フォーチュン君のエトセトラ。我々が作るものは感動、チームワークと確かな技術でお客様の事業を大きな成功へと導きます。社員全員で未来を創造し、チーム一丸で人の心を動かす、それが我々松永建設の使命です。今日はですね、はい、またちょっとうちのフォーチュンワークスの事務所でね、社長来ていただいてます、はい、すいません、ありがとうございます。本当にありがとうございます。なんか今日結構お疲れだったんですよ。いやいや、そんなことないですけど、だって富士から来たんでしょ。そうなんですよ。富士スプレーデューからですよ、社長直接こっちに来ていただいて、たまたまこう練習ということでですね、はい今日は。そうですか、ちょっと今日はそのようにじっくり聞かないから進めたいと思うんで、はい、よろしくお願いします。オープニングいってみましょうか。はい今日はね、浅草の鳥越あずいでなくて、これはフォーチュンワークスの事務所から、はい、鳥越ではなくて川越から、川越からね、行ってますよ。はいそれでは、はい、高木大輔のジョイトーク、イエーイ。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは先ほどの話ですけどね、はい、今日は朝からもう富士スピードなのに。そうなんです、今週末に、いよいよスーパー耐久の第一戦、開幕戦が、そうだ、スーパー耐久ですよね。そうなんです、鈴鹿で始まって、いよいよ開幕ですか。そうなんです、始まるんですけど、まあそのちょっとレーシングスピードにこう慣らしとこうと思って、今日はちょっと富士でちょっと走ってきましてですね。うわー、でもちょっと今日天気は、そうなんです、午前中はもうすごい雨で、ちょっとこれやめとこうと思うぐらい、ヘビーウェットだったんですね。うわー、怖ー。そうしかも走ってる車ホームランじゃないですか、今日は。そうなんですよ、今日 FIA、ね、F4 っていう、ね、F4 っていうね、皆さんね、多分知ってることは知ってるんですけど、羽がついてる、ね、羽がついてる、F1 のマシンにちょっと小さくしたような羽がついてる、体が出てるやつ、頭が出てるやつ、はいはい、あれ雨結構すごいんですか。そうなんですよ、あれ前の車走って前見えないんですよ、ね、うわ怖ー高速道路でね、顔が出ててイメージですよ、高速道路で顔が出て雨土砂降りで前見えないでいろんな車走って、なんか走んなきゃいけないっていう、そうそういう感じですよね。それ結構しびれますよね。そうですね、前に車いるとまあね、ちょっと車線ずらすか、もしくはまあレースだったらもういっぱいいるんでそんなことないんで、横見て走る、横見て横の景色でどこがブレーキングポイントか見てやるっていう。うわ、まあ、僕そんなに経験ないんで、そんな大変な思いしてないですけど、例えば 100m 間まで 150m あるじゃないですか、はい、そこであっこだったんです、ブレーキ踏んでって、下りでこの辺だろうとか思って行くような感じなんですけどね。 100m 間っていうのはね、例えばコーナーに突っ込む時に、そのコーナーからずっと手前からね、200m、150m、100m ってこう看板切ったんですよね、こう看板ついてるんですよね、で、何メーター看板、この車だと何メーター看板でフルブレーキしてコーナー曲がっていくっていうような、そういう一つの目安ですよね。おっしゃる通りです。はい、それはいろんなサーキットみんなそうついてるんですよね。はい、ただそれって通常はまっすぐ見ながら横目でチラッと見ていくっていうんですけどね、それは今日はもうその看板を見ながらっていう雨の時はどうしても前見えないんで、見えないからもうそこを見て判断していくしかないです。すごいです、今日大変だったんですよね。何分どんぐらいしたんですか、時間的には。でも今日5本あって、午前中2本は、だから本番前なんで、無理してんのやめようと思って、まあ、やめて、で午後から3本走って、ドライになりました、その時は。最後の1本が完全にドライになったんで、それのスピードで走れたんですけど、まあ、それまではウエットタイヤで、こういう水の切ったタイヤですね。そうです、あ、まあ、車自身もまだ慣れてないんで、ですからそんなにバンバン走るって感じじゃないんですけど、まあ、とりあえずそのスーパー耐久で使ってる車ってのはそうそう練習できない車なんで、メルセデス、そう、まあ、やっぱりものすごく費用かかるんですよ。動かすのに10トントレーラーとか使ったりとか、スタッフの方が何人もいないと動かせないとかってなるので、まあなかなかそこまでできないんで、ですからそれで小さなフォーミュラっていうか、でそういう車をですね用意して、まあそれで練習しようと思ってことで、スピード感慣れたり、そうそれがトレーニングのために今年はそういうのでやってみようと思ってですね、まあ、今までフォーミュラで僕乗ったことなかったんですけど、そうですよね、その高車でね、そうなんです、うん、だから、うん、あれだったんですけど、まあ、今回はそれで練習してみようと思ってですね。そうですか、いよいよ
フォーミュラってなかなか乗れないですよね。乗れないですね。乗れないですよ。そうですね、コーナースピードめちゃくちゃ速いですもんね。速いですね。軽くてスリックタイヤ履いてるんで、溝のないスリックタイヤ履いてるんで、これは速いですよね。そうですね。あのタイヤやっぱり、はい、あのこう溶けながら走るような感じ、イメージ的には。まあそうですね。熱をやっぱり時間がかかるんですよね。頭の方で。はい。重さがあればやっぱり。地面に押す分だけタイヤの熱入りやすいんですけど、軽いんで、なかなかね、熱上がんないんですよ。だから走れば走るほどタイムが上がってくみたいな話だったりとか、あとそのツリンカーっていう箱のね、普通の車の形のやつだと重いんで、どんどんタイヤが悪くなっていくのが分かるじゃないですか。どんどんタイヤが劣化していくの、劣化していくのね、はい、なんですけど、それがなかなか劣化しないっていうかね、そういうのが一つの絶対もあるんですよね。こんな感じで、まあ温まれば温まるタイムが出てくるようなね。そうですそうです、そういう走りもしなきゃいけないんでしょうね、きっと。そうですね、徐々に温めていって、そこに照準を合わせていくみたいなね。だからどっちかっていうと普通の今、僕がそのスーパー耐久でやってるのは、もう計測2周目にもうパンとタイムを下げて、一番ピーク、そう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 、すぐに向かすぐピークに向かって、それからこうやって落ちていくんですけど、それとフォーミュラっていうのも本当にじーっと逆に上がっていくっていう、なんかイメージがちょっと僕も乗ったことないんですけどね、はいはい、まあ、そういう感じでね、まあ、まあ僕も全然本当に乗りたてみたいなもんなんで全然まだ分かんないんですけど、ただそういうので練習する方がコスト的にもかかりませんし、そうなんです。でも逆にそう言ってフォーミュラっていうのはある程度そのなんていうかそのいろんなピーキーな感じするんですけど、はい、そうなんですか、やっぱり運転も。そうですね、やっぱりシビアはシビアだと思いますね。逆にそのシビアさっていうか、挙動がこうはっきり出るのを、が逆にトレーニングになるっていうか、そうでしょうね。まあそういうことなんですね。で、実際の車の時にある程度コントロールしやすくなるっていう、ね、はいはいはい、そういう考え方で、まあ練習するのいいんじゃないかなと思って、ちょっとそういうトレーニングしようかなと思って。そうですか。そうなんです。まあ、結構車掌こう見てると雨のドライビングって多くないですか？本当雨男なんじゃないかなって言われるぐらいですね、去年のレースも僕が乗ると、僕の寄せの番になると雨が降り始めるっていうのが去年も3回ぐらいあったんですよね。で、決勝でも、その他のドライバーが走ってる時は晴れで、僕が乗る時になったら雨になるっていうのがですね、去年は本当多くて、なんか俺雨男じゃないかと思ったぐらいですね。そう、今年もまた今年はですね、まあ、今日も雨降りましたけど、また雨が多いのかもしれないですね。昨日だって雨降ってなかったもんね。昨日いい天気でしたよ。昨日ね、はい、明日までいい天気らしいですよ。人が悪い。だから今度あの家庭の仮の行く日を決めて、はい、行くんだ行くんだって言って、実は違う日だよ。それ、カビたり落ちてくるじゃないですか。ふざけんなっつって。最後ね、ひょうとかね。ひょうとか。ひょう、怒っちゃって、それは。怒っちゃって。そうっすよね。舐めてんじゃないと。舐めてんじゃないと。うん、騙しやがったなって。本当ですよね。まあでも、それは社長に対して試練とか、やっぱりある程度このね、あのスキルアップするための一つの登竜門みたいな。まあそうだと思ってるんですけどね。だからなかなかだって、我々のいつもね、あのレースの時に、レインタイヤ有数じゃないですか、うん、使わない、使わないですもんね。で、社長の時だったの上位タイム的にですよ、ね、上位タイムも僕だけでしたね。ですよね。あの、おかしいですね。去年は、うん、雨男だったんじゃないですかね。あ、そうかそうか。だって我々3人乗るのにね、交代乗るんでしょ。そうです、ね、いつも交代乗って、はい、で、副社が乗って社長が乗った時雨降って、あ、そうでね、レインタイヤに交換して、そうでした。僕の時ももう空晴れてたんで、決勝でしたっけ？決勝はね、決勝どうでした？決勝は晴れてたんだよ。決勝晴れてたんだよね。予選ですよね。予選。あれ、社長の時のスティントの時は雨なんですよ。ああ、うん、そうでしたね。不思議なことありましたよね。不思議でしたね。うん、去年は本当そうでしたね。もう出てく前までこう用意してて、うん、いきなり雨降り始めてきてタイヤ変えたりと結構ありました。あれ、ピットに下げてタイヤ交換した。なんかやっぱり見てるでしょ、上でね。やっぱり、ね、親心だと思うんですよ。あ、この方はもっとも もう雨でも対応できるし、もう練習しなさいと、やるとどん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 スキルアップしていくんでね。ポジティブに捉えるほうがいいですね。そういうことですよ。だって神様って意地悪じゃないから、やっぱりできない人にはそういう試練させないですもん。あ、なるほど、うん、この人にはこういう試練するとこれが伸びるからっていうんで、なるほど、なんとかね、やっぱりね、あのそういうような、僕も結構配慮が
でも一昨年のスーパー GT とかは、ええ、すっごい雨の日良かったですよ、確率が。本当、まあ、そういうの重なってきたんでしょうね。雨のレース多かったですもんね、スーパー GT も。そういう年がありました、2年前ぐらいかな。それはみんなが一緒に行ったんでしょ、もう雨でしょ、はいはい、その日はね、はい、で社長、社長だけですからねいや、たまたま僕が走る時に同じ雨男がいるのかもしれない。安岡なんとかって言いましたよ、ドライバーでね。雨男じゃないですか、あれ、もろ雨男ですよ。それだ、ヒデとヒトでいましたもん、去年スーパー耐久。いた、安岡さんいました。一人じゃん、いました。あ、そう。で、自分だけ4駆乗ってから怖くないんですよ。いやー、やだ、安岡さん。ミスターが何言ってんだ、ところで。ねえ、見てる、ヒデト君。最近連絡来ないの、ちょっとね。まあ、元気にやってればいいけどね。いや、でもね、ヒデトはね、でんでん太鼓のヘルメットがね。ああ、そうですよね。ね、もろ雨ですよ、あれね。ああ、そういうことですか。雷の。ああ。うん、だって昔だってカート大会やったじゃないですか、うんうん、で、ヒデとかで遅刻してきたんですよ、うんうん、で、それまで晴れてて、今日雨降っていい天気だねって言ってヒデとの車が見えたんですよ、僕から、ね、で、降りてきて歩いたらその歩いてるとこ雨降ってきた、ずっと本当の雨降ってきた、本当の話、これみんなびっくり、雨降ってきちゃったんですね、うん、雨降ってきて、本当に雨降ってきたんですね。なるほど、なるほど、で、僕はこう、あれですか、うん、あれですから自分が走る時だけで他の時は人に迷惑かけないから、うん、あ、そういうことですよね。社長はまだそういうやっぱ配慮のあれなんですよ。まあ一緒の、うん、一緒の時に走ってる人たちはみんなもね、まあそれはまあ、 一つのね、あのなんていうの、一心同体じゃないかそういうあの感じですか、ね、いいメンバーがねなんちゃうんですかね。いやでもね、今年なんか楽しみですね、第一戦がね、もうね。そうですね、今年は、うん、まあ、なんとか、うん、まだ表彰台の頂点だけ立ってないんで、あ、そこそこ、それをこう何とか2番手3番手、はい、2番手3番手は何とかあったんですけど、いよいよ楽しみの、なんとかですね、待ちに待ったですよね、なりたいなと思って、うん、今年1年努力していきたいなと思ってるんですけど、はい、なんですけどね。で、社長の街はまだ相変わらず同じですね、メルセデス、はい、同じ車です、同じ車で、はい、AMGGT3 ってやつで、まあ、あ、もうあのスーパー耐久クラスがいくつかあるんですけど、結局トップクラスなのね、総合トップのクラスですよね、一番だから速いクラスですよね、はい、そうですね、うん、今年もまた素晴らしいドライバーがみんな集まって。あ、そうですか。そうなんです。去年のメンバーさんですか、またあのうちですか、はい、うちのチームは去年と全く体制同じでいきます。あ、素晴らしい。うちはファミリー的というか、チームワークが抜群に自信を持ってこう誇れるチームなんで、もう全て置いてるね、マネージャーからね、そうですね、みんな人柄がね、いいメンバーが集まって、みんなで本当に目標に向かって頑張ってるんで、うん、だからそれ崩したくないなと思ってですね。あ、そういうことね、今回は全く同じメンバーで行こうって聞いて。あ、そうですか、はい、なんかこの間ね、ピットにモテキンとお邪魔させていただいてね、はい、ありがとうございます。一緒にちょっとピットに行って、うん、すごくなんかアトームだよね、皆さんね。そうですね、ギスギスした感じは全然ないですね。全然ないですね、全然ないですね、うん、そうなんですよ。なんかこのレースのなんていうの、一つの楽しさっていうか、うん、あのチームワークっていうか。そうですね、うん、だからそこでやっぱり、うん、ね、やっぱりなんていうんですか、チームワークがやっぱりね、うん、あるからこそこう結果に結びつけるってのも絶対あるじゃないですか。そうですよね、だからそうやってみんなが一つになるような方向でいけるようなメンバーが集まってるんで、うんうんうん、そういった部分では、うん、なんとか結果出したいなと思ってるんですけど、ね、そうですね、そうなんです。いや、僕ね、それすごく感じる、やっぱり今、社長ね、松野建設、感動創造、松野建設、はい、この会社に行くとね、やっぱり、うん、ワンチームなんですよ、やっぱり皆さんね。あ、本当ですか、ありがとうございます。あのデイサービスセンター、僕、ね、しょっちゅう行くんですけど、そこもね、グループ会社なんですけど、やっぱりね、本当にね、うん、なんか、皆さんがこう、なんていうか、会社を良くしよう、ご利用者さんも良くしようっていう、うん、一人一人がね、人数が、その部署はそんな多くないんだけど、少数制でね、本当に頑張ってる、ありがとうございます。浦田さんもね、特にね。もう松本さん、エビ先生にも本当に感謝です。いやー、もうとんでもない、本当に感謝しかないですよ。やっぱり行くとね、居心地がいいんですよ。いやー、本当ね、うん、もうレギュラーメンバーですからね。ありがとうございます。もうここまで来たらもう、いや、なんかね、ご両親様がね、いつもなんかこう、あー、また来たなーって拍手してくれたり、で、帰る時に、これ何の人言ってるね。あ、なんか感動しちゃった、こっちもね。うん、なんか帰る時、またねーって言ったら、泣いちゃって、なんか、ね、後ろ組から読めて帰りましたけど、なんでそういうご一緒になるかっていうと、やっぱりその環境とかスタッフの方のケア、うん、それがやっぱりご一緒様たちの心をこう ほぐしてあげるっていうか、うん、我が家にいるような感じ。社長 の福祉っていうのは普通の暮らしができる幸せっていうじゃないですか、うん、そうですね、うん、だから第二のね、家みたいな形でね、うん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 、せっかくのね、やっぱりクオリティオブライフって言いますけど、うん、生活の質ってね、やっぱり
喜怒哀楽じゃないですけど、やっぱ笑いありね、そうですね、ね、いろんなそういったそのあっての話がね、やっぱり、うん、っていうところだと思うんですよね。そうですね。そういったものは本当に、うん、フォーチュンワークスの皆様には本当にそういったね、部分を本当に担っていただいてるんで、本当に感謝しかないです。いやー、もうとんでもございません。ありがとうございます。我々本当に一応勉強とかね、させていただいて、感謝しかございます、ね。こちらこそ感謝ですよ、本当に。ねえ。でもあれですよね、この M 先生とお話ししてから、M 先生はあんまり自分のこと喋んないじゃないですか。そうなんですよ。ね、音って表現はするんですけど、はい、例えば今までの、ご経歴とか、はい、どんな芸を持ってらっしゃるとか、芸っていうか、時を持ってらっしゃるとか、あんま話さないんですよ、ね、話さないですよね、はい、でこの間、うん、なんかまた新たな、うん、特技があったって話ですよ。え、そうなんですか。はい、おお、知らない、びっくりしたんですけど、どんなついこれさっき15分前に聞いたんですけどなんか着付けの先生じゃないですか。そうそう、もともとね、でもともと着付けの先生で、そっから、ええ、日本舞踊に入っていってらっしゃるんですよね。ああ、ってそれはそこまで聞いてるですね、うん、日本舞踊に入る前に、ええ着付けの舞っていうのやってらっしゃったって話。着付けの舞、はい、着付け師でありながら、着付け師でありながら、だから着付けはものすごい速さでできるわけですよね、うんうん、3分とか普通だったら1時間ぐらいかけてこうやって、ね、そうそう、帯締めたりとか、なんか、ね、何もしないと何時間かけてるじゃないですか。そうそうそう、でも着付けの先生なんで、うん、踊りながら3分とか5分で、うん、カップラーメンできるまで、そう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 、お湯入れたり、カップとお湯入れて、うん、もうできる前に、うん、着付け完了、それ、それも踊りながらですよ。すごい、そうなんですか。そこに先生いらっしゃいますか、ね、いらっしゃる。なんか本人いらっしゃってちょっとね、やりづらいですけどね。あ、いやでもね、そうなんですか。あ、そうそう、踊りながらですよ。だからこれ一生懸命早着付け競ね、競争みたいな、うん、パングリ競争ですけど、用意ドン、ファーっていう、うん、なんかね、それで3分で分かるじゃないですか、はい、踊りながらですか。今度それやってましたよ、テレビで踊りながら、ストーリーもやってってやるんですよ、きっと。ちょっとバレたんだけど、してないですよ、またすぐ一緒に行って。こうなんだったら、ね、ちょっとね、僕的にこう日本舞踊をそういう顔しなきゃいけないんですよ。いやいや、まそれ本当人悪いよ、まず人悪い。本当、いつか絶対に先生怒られますよ。本当にしょっちゅう怒られてるんだよ。今に知ったことじゃないんだよ。でも一回見していただきたいですよね。そうですね、これすやりましょうか。そうですよ、あとやっぱりゆかんないかの番組やってますでしょ、うん、はいはいはい、座っていつも喋ってるだけじゃないですか。そう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 、俺あれもったいないと思うんですよ、絶対。確かにね、たまには、うん、動きがない、公民館、市民館あるじゃないですか、うん、それでやってましたね、前、うん、ライブとか、はい、ああいうとこで撮って、うん、で流した方がいいんじゃないですか、半分ぐらい、例えば今の踊りの着付けのとか、あと普段のだって、うん、アズリ TV の人たち、うん、ゆかんないかの、うん、踊り、ちゃんと見たことあるんですか、ね、ないでしょうね。あ、もう、もったいないですよ、うん、ね、皆さんないですよね、暑いのもね、スタッフの方はね、でしょ、それはもったいない、うん、もったいないですよ。だったら、ね、この番組は、うちの CM 流してて始まるじゃないですか、それこそ、ゆかんないかの踊りが最初流れて、うん、そっからトークだったら分かりやすいじゃないですか、あ、この人たちがトークなんだって。あ、そうないと、うん、この選手何なんだろうと思いません？そこそこ、そこにいてね、そう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 、ただ普通にいる MC とね、変わんないですもんね。分かりづらいです。あ、うんうん、そういうなんか芸能の方なんだなぁと思って分かると思うんですよ。まあ、師匠もいらっしゃったりね、そう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 ですよね。なんですけど、うん、こんな踊りする方なんだったら見せた方がいいですね。それ見ました今度。絶対やった方がいいですよ、うん。毎回それ流してからやった方が僕いいと思うんですよ、ね。あ、そういうなんか。こんな私たちみたいな感じがいいと思うんですよ。今の顔しながらね。こう。あなたに夢中ですよ。あのひょっとこの踊りみたいになっちゃうしね、ひょっとこの踊り、今のそれ俺のことバカにしてんじゃん。いや、ちょっと本当に、先生、本当にじゃあ今度、絶対その方がいいと思うんですよ。今あの、着付けの前の時に、はい、こっちはカップラーメンせーのが出来ながら違う違う、カップラーメン出来上がるまでできちゃう。で、そう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 、で、終わったら一人食べてるってこと。あ、それで着付け終わるじゃないですか、うん、3分は、はい、で食べてる脇で日本舞踊が取られる。それいいですね、うん、で食べ終わったら踊りも終わるっていう。ああ、ちょうどこう食べて終わって計6分ですね。だから計6分で3分の早食いですよ。本当ですよ、カップラーメン3分って結構きつい。あ、ちょちょちょってなる。あ、ちょ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 ってだから隣をこう床に踊ってるわけですよ。あ、ちょちょちょ先生どうぞ。それやるか、そんなもんそういう顔してましたよ。笑って、先生優しく笑ってるけど
内緒怒ってるんですかね。内緒怒ってますよね。内緒怒ってるね。さっきから先生をテーマにって話、先話じゃん。そうそうそう。だから全部先生は全部こう、スッて避けますからね。そうなんですよ。さっき言ったけどね、今度ねっつって、今度ね、それまでね、150キロの剛速球ピシャーッピシャーッってなってたのにね、松本ーってやってるんですけど、いやー言ったと思ったらシュチュッてこうで三振で終わっていくんです。結局ね、結局負けるんですよ。こっち負けるんです。大丈夫ね、かなわないですよ。かないませんよ先生には ね。しかし何者なんでしょうね。もともと薬学の博士ですよ。博士ですよ。で、外資系のね、製薬会社ですね。責任者もやってらっしゃって。そう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 。日本舞踊やって、キスケやって。そうなんですか。あとはいろいろやってますよ。レースのマネージャーやって、レーシングチームもね。薬膳教室もやってるでしょ。薬膳教室やってますよね。あといくつか持ってるんだろう。本当ですよね。何があれなんですかね。メインのあれなんですかね、先生はね。薬学発はやっぱりメインなんですかね。踊りですか。あ、踊り、ね。踊りなんですよ。もうだって踊りってさっきお話したら、踊り20年ですよ。20年ですか。20年ってすごいですよ。すごいですよね。あれもやっぱり、ダンとかナトリみたいなのあるんですか。やっぱりあるんですよね。それなんていうんですか。それ今ナトリみたいな、なんか先生みたいな師範代、家元か。家元ですよ。ちょっともう免許出せるってことですよね。そうですよ。だから愛花が門下生なんですよ。あ、そうなんですか。ですよね、逆に。へぇー、そうなんです。でもそれをね、私家元ですっても言わないじゃないですか。言わないですよ、そういえばね。家元ですって普通あるじゃないですか。あ、そうそうそう、うん、みたいな師匠と。ちょっとね、はい、敷居がちょっと高いような、ね、そうそうそう、ちょっと違うあるじゃないですか、はい、出さないですもんね。出さないですよね。すごいなと思って ね。だからやっぱりある程度頂点に行っちゃうと、もう極めちゃうと、そういうつまんないですよね。ないんでしょうね。全然ないと思うんですよ。極めたかってそうですよね。そうそうそう。確かにそうですよ。中途半端に行ってる人がやっぱりね、自分のこう立場をこう上にマウント取る、マウント取る、そう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 。でもマウント取るって一切ないですよね。ないですね。マウント取るの時は、うららさんと僕が証明失敗した時とかあのそれマウントじゃなくて怒られてるだけです叱られてるだけです。曲出し失敗したそれはマウントじゃないですね。マウントじゃないね、あれちょっとね、マウントドヤ顔ですか。ドヤ顔、そうじゃないですか。ドヤ顔ですもんね。それは来る松本だ、間違えたろですよねでゴリラさんたち結構受けてて、それがあ、それを見てね、あ、それがまたいいんですよ。それまた楽しみにしてるんですよ、怒られるの。あー、なるほどですね。じゃあ楽しませるためにミスもしなきゃいけない。いや、こっち容易じゃないですよね。容易じゃないですよね、それ本当にね。そうですよね。怒られんですよ、この年になって最近その人に怒られるってあんまりないじゃないですか。ないっす、ないっす。特に社長なんか絶対ないでしょ。ないっすよ。今もうあの部下で怒られるとか、まあお客さんには怒られますけどね、クレーム処理もあればいろいろありますから。またね、会社としてのあれですからね。だけど普通にこういてね、お父さんお母さんからに怒られるような感じってないもんですよね。たまに母親から怒られますけど、それはしょうがないですよね。そうですね。やっぱお母さん一応頭上がんない。それはそうですね。同じですけどね。うん、そうですよね。そうですね。じゃあ今度やりましょう、それでね。いや、絶対やった方がいいと思うんですよね。そうですよね。で、生まれ場の中やらないですか、じゃあ今度。あの、社長の中、エレキとか。あー、まあ、もうなんかね、もうレベルが違うから。松永バンドですよ。お祭りバンドですか、お祭り。これちょっと侮れないですよ、すごく。めっちゃね、社長のエリキもすごいし、あの、皆さんドラムもね。まあまあ、みんな長くやってますからね。ね、あの、コニシャンでしたっけ、ドラムやって。塚原。はいはいはい。塚原さん、プロ級ですよ、でもね。いや、好きですからね。あの、全部バンドで、キーボードの方は前いたのはピアノの先生ですね。高校の同級生。それ、あの、検査大臣の方ですか、やっぱり。違います、違います。それは、あの、高校の同級生です。そうですか。だから、こう、前。まあ、最近もちょっとメンバー構成変わってますけど、高校の同級生、大学の同級生、あと、社員。と、って話。あと、社員の息子と。はい。すごい、もう、ファミリーでやってるんですね。そうですね。年齢差30歳みたいなね。うわぁ、感じないですよ、バンドでね。そうですね。でも音楽ってね、不思議なもんで年齢差が出なくなるんですよね。そうですね。一つのみんなね、ベクトルに向かってね、いい音を。そうなんですよ。音を楽しむっていう音ですからね、音楽はね。そうですね。でもね、本当音をね、奏でる音の楽しみ方もあれば、踊ってね、楽しむ形もあれば、いろいろですよね。いろんな楽しみ方がやっぱりね。本当いいですよね、本当ね。前社長が言ったように、その G のごとくね、
字のごとくですよね。感じはね、大したもんだと思うんですよね、音を楽しむ音楽、うん、そうですよね。楽しむといえば松本さんもいよいよ久しぶりにレース復活っていうね、うん、そうですね。5月の13、14? 14、14でモテギ、ツインリンクモテギ、今名前変わっちゃったな、モビリティリゾートモテギ、モビリティリゾートモテギ、なんてあの言いにくいんですかね。ツインリンクモテギでいいじゃないですか、別に ね、うん、ねえ、うん、でそこでいわゆる伝統のエンジョイ耐久、うん、7時間耐久です。7時間耐久、はい、が社長と僕と、はい、あとヤマハのワークス、元ワークスのね、福士選手と3人で行くんだよね。3人で、はい、監督は恵先生、恵先生は監督でね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に監督は完璧ですよね。完璧ですよ、うん、あれほどピンクの T シャツとピンクのユニフォームに良かったです。いやー、びっくりしましたよね、はい、もう、うん、はいって感じです。参りましょう、うん、本当ですよね、うん、社長がもうビリビリですからね。もういやすごいす、走ってこい、ダンベル走ってこいって言われたら、うん、頑張りますよ。推進権にもこうね、推進権にもやりますよ。俺らも本当笑ってるから引きつるぐらいにちょっとね、うんうん、はい、いらなかったらまたヘラヘラ笑ってね、スケベな話したいとかね。あ、そういう感じだったんですか。すいません。っていうか社長って育ったじゃないですか。いや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 、で、まあね、エミセンできたぞとかって社長言ったら急にこうみんな変わってる。学校のあれみたいで楽しいですよね、ノリがね。楽しい、ね、放課後みたいでいいですよね。本当ですよね、先生。はい、先生、先生来てね、ピシッと、うん、うん、いよいよでもね、明日、明後日練習ですよ、公開練習。あ、うん、社長いけないんですよね。僕すいません、スーパー耐久あるからね、その前。そうそうそう、あ、今週スーパー耐久って今週ですよ。ですよね、今週の木、金、土、日。ああ、もう木曜日から鈴鹿入り。そうですね、鈴鹿には木曜日の朝から入るんですけど、うん、入って、あ、そうですか。ちょっとその前の水曜日がもう、うん、あの、もう後半2ない分だけ、うん、もう立て込んじゃって、まさか今日月曜日も僕レースのわがまま言ってたこれ、火水で1週間もまとめなきゃいけない話だったんですよ。仕事がね、はい、そうですよね、はい、あの、松本さん、なんとか申告と一緒ですよ。確定申告はね、今日が今14日13日か、あと2日、あと2日ですけど、だって明日だって僕は病院に行けないんで。あ、だ昼間が、昼間病院に行くでしょ。それで夜はね、明日はちょっと事務所泊まっちゃうかと思っても、あ、15日早いんで、朝早いだよ。朝行くんですよ。朝です、朝です。でもそんな朝大変だから、うん、午後から練習するんじゃない、午後も走るんでしょ。うん、でもなんか皆さん朝午前中の方がいいんですか。まあ時間は有効活用できるんでしょう。まあそうでしょうね、うん、でまた戻ってきて確定申告の最後の締めをしなきゃいけないんで、今度15日停止したんで。練習してから戻ってきて閉めるんです。そうそうそう、で間に合わない。もうだって、うん、税務署だって5時までですよ。いや、タクスはいいんですよね。e-Tax だからいいんですか。 e-Tax でこれやって15日の23時59分までに入れればいいんですか。で、大丈夫です。へぇー、っていうか e-Tax ね、ギリギリですよね。あ、ギリギリまで、うん、松本頑張れと恵美先生が言ってるわけですね。そうなんです、そうなんです、気合入れようと。あ、23時59分までギリギリまで、そう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 、踏ん張れと。はい、去年もそんな感じだったんでね、今年はね、もうあの4月から、1月からかやろうって決めてたんですけど、結局最後のね、2週間がラストスパートなんですよ、うん、いや、みんなそうですもんね。そうなんかしらね、みんなそうっすよ。俺ね、数字結構大変嫌なんです、あんまり、いや、1年分の請求書、領収書とか、精算って、うん、まとめると、うん、大変ですよね。大変、恐ろしいですよね、領収書って。気が失いそうになりましたよ。いやー、もうエンデルスひたすら終わんないんじゃないかと思っちゃいますよ、ね、いや、ほんとほんと、どうやってやろうかなと思ってね。え、うん、大変な話ですよ、ね、まあでもなんとこれでね、もうほぼほぼ7割ぐらいなってきたんでね。 あと明日ちょっとやって、夜やって、はいはい、で、もう一時のね、練習から帰ってきてね、で、最後の締めやって、ゴーって言うんですよ。いやー、でもしょうがないですね、自分の自分を打ち取るなんてね。皆さんも終わったでしょうね、見てる方はね、もうとっくにね、余裕でね、何言ってね、って思ってたりいましたけどね。結構必死の人もいっぱいいると思いますから。いますかね、いる人、出てくださいね、いる人ね。そうですね、で3月に練習し、ジョイタね、そうですね、練習って。で、4月に。今年4月は社長も一緒に練習して。はい、ご一緒させていただきます。やっていただいて。で、5月に本番。本番ということ。そういった意味では、ね、2月期連チャンで走っていってもいいですね。そうですね。うん、まあ、ある程度こうね、目も慣れてきたり、体も慣れてきたりね。そうですね。まあ、車のね、特性も慣れてきたりして、本番フィットでね、そうですね。フィットでまたね、ちょっと。まあね、まあ、我々ぐらいはプロとして走ってるわけじゃないんでね、うん、やっぱり年に数回のレースなんですけど、うん、やっぱり一番の楽しみ。レースの一番の楽しみっていうのは、うん、社長とかね、
このメンバーで19人ぐらいなんですよ、チームが。みんなでやることですよね。みんなでね、あのお食事作ってもらったりとかね、サインを出したりとか、楽しいですよね。メカニックやったりとか、あのワンチームになれっていうのはすごく、なかなかこの年なんてないんですよ。確かにそうですよね。そうですね、仕事を離れてみんなで夢中になって何かやるってないですもんね。ないですね。ありがたいですよ、そういう機会いただいて。いつも誘っていただいて。ありがとうございます。こちらこそ本当にね、あの最高の素敵なメンバーでね、ご一緒していただいて。本当ですよね。そうですよね。そうそう。だからやっぱりね、これって、じゃあ例えばね、あのなんかスポーツ、めちゃくちゃなスポーツで、アメリカフットボール、だからラグビーやれてたと、この年だったらやっぱりできないじゃないですか。ないですよね。ね、サッカーだってそうだし、体力的にね。でも、車ってある程度こう、トレーニング準備で少し鍛えてると、コアをやって鍛えてると、機械を預かるんでね。だなんとかいけちゃうんですよね。そうですね、走るわけじゃないですしね。そう。そうですよね。うん、でこれでプロでね、トップに取れるのっていうのも別ですけど、あの安全にやっぱりある程度そこそこの順位でね、楽しむことはあのできるんで。そうですよね。うん、数年じゃ僕モータースポーツ、ちょっと今年で40年目なんですけど、やっててよかったなーなんて思います。40年ですもんね。うん、ちょうどね、ちょうど40年ね。そうですよね。素晴らしい。そう。さすがでございます。いいと思います。そこでいろんな人とね、知り合いになりたとかね。4月にもあれですよね、あれカート大会もやるんですか、ね、4月の4日カート大会、本庄さんちょっと行けなくてごめんなさい。いや、ちょっとね、もうぜひまた後そういう時はね、4月の4日でしたっけ、4日にね。あ、なんかね、あの川越救急の上田院長チームが2チーム出るらしいですよ。前回は2チーム出ましたね。2チーム出ましたよね。ああ、お休みしちゃうんでしょうね。休診なんですか。休診でしょ、ね、じゃないと成り立たないですよね。ですよね。まあ普段他の病院も受けてるんだから、うん、そう、その日ぐらい頑張れってやつですよね。ということですね。スタッフの3人がいっぱいいっぱいやっててね。ね。なんか去年ね、救急車の台数1800台以上来たらしいですよ。1800台ですよ、救急車が。1年で。浦先生は夜の受けるの何時までですか、診療、通常ですよ。ルーチンとしては夕方の4時から10時まで。通常のコアタイムなんです。4時から10時まで。コアタイム。うん、で、10時に過ぎると何かっていうと、うん、一応そこで終わるんですよ、診療は。救急の時間なんですよ。で、いるんですか、いるの。純ちゃん。いや、で、外来終了って閉めちゃうけども、うん、あと救急車の受け入れでずっといるってこと、うん、そう。ただ、飯を食ったり、ちょっと仮眠してるんだけど、救急入った段階でピョンと起きるわけですよ。じゃあ、スタッフもいるんですか。スタッフもいるんです。10時以降も。いるの。何時までですか、それ。だから朝、とりあえず救急対応は7時ぐらいまでやってるんじゃないですか、朝の7時ぐらいまで。どっかの病院が受け入れるまで。はあ、3時救急だとか。はあ、うん、結局他の病院が受け入れストップないですよ、皆さん。よっぽどじゃないと。その時に先生はそういうたらい回しになっちゃいけないっていうんで、自分が寝る時間を惜しんでも夜中の診療をやってると。10時までコアタイム。10時以降は救急タイムなんで。寝てるようで寝てないようで。寝てないですよね。寝てないと思うんですよ、きっと。それ毎日やってるんですかね。毎日ですからね。すごいな。すごいところ。そういうことなんですね。そうなんです。いるんですね。いるんですよ。10時終わって撤収するわけじゃないんです。撤収じゃなくて、いるんです。はぁ。そう。そっから。川越救急クリニック。川越救急クリニック、埼玉県のね。すごい先生ですよね、本当に。すごいと思いますよ。ね、本当に。でもその間にあのサックスね、アドサックスやったりとかラリーやったり、ラリーやってこの優勝ちゃったしね、全日本で優勝ですからね。ねえ、まあ、ね、本当にスーパーマンみたいなもんですよね。本当ですね。うん、いや、松本さんもあれすごい方がいっぱいで面白いですよね。なんかね、いろんなね、すごいっすよね。本当にすごい人多いんですよね。うん、一芸どころかね、すごい本当に卓越された方々がね、本当ですね。なんかなんか見ててだからみんな面白いですよ。いろんなあのなんていうの、その頂点の話がいっぱい聞けるんで、極めた方ですよね。極めて、あの NASA さんって言ったら、あのあサックスね、あのニューヨークとかあっちの方でね、やってた人でしょ。中澤だと A ちゃんのバックであったり、うん、ただのバックであったりして、でもみんな本当にそういう方々が全く威張ることもなく、うんうん、ね、そう、皆さんでもやっぱり普通の感じですよ、皆さんね、ね、うん、だからなんかこう、あれですよね。なんつうんですか、やっぱり極めた方っていうのは中途半端じゃないから、うん、そう、威張ったりとかなんないっていうことにならないね。そういうことでしょうね。マウント取ることは必要ないんでしょうね、きっとね。そういうことなんですよね。やっぱり中途半端になんかしてる、まあしてるっちゃしてるかもしれないけど、そういう人はやっぱりなんかでカバーしなきゃいけないんで、自分を。そうそう、共有張らないといけない。そう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 、ある程度ね。そういうの必要ないわけですよね。うん、
あのクジャクがわーって跳ね上げたりとか、はいはいはい、あるじゃないですか、はい、ああいう、なんて言うんだろう、あと、ね、あの大きく自分見せて、ね、こうなると、必要ないんですよ。そうなんですよね、うんうん、でもそういうの勉強になりますよね。めちゃくちゃなるねー、うん、本当ですよね。そう、そういう人たちの集団でね、私たちも一緒にね、あの道なんか食ったりするとめっちゃくちゃ面白いじゃん、話が。そうですね、うん、本当ですよね、うん、いや、本当そう思いますよ、うん、ね、本当にそう言ってみればね、人との縁って本当に改めて大事だなと思いますよね。そうですね、縁っていうのがね、本当ありがたいですよね。本当ありがたいです。うん、本当ですね。でも社長の会社もね、もう今年で60年、はい、おかげさまで60周年になりましてですね、設立60周年、はい、ありがとうございます。歴史ですね。そうですね、うん、もうまあ、とりあえず節目なんで今、うん、中長期計画をこう次の役員になるようなメンバーで作ってもらったりとか、うん、そういう、そうなんです、世代交代、そういうまあ、トレーニングも兼ねて、うん、将来のビジョンを作るとか、うん、やったりとか、いろんなこと取り組んでるんですけど、はいはいはい、まあ、そういうメンバーとあと役員何人かで、うん、先週の、うん、金土で京都、うん、北野天満宮と、うん、伏見稲荷と、はい、あと一緒に二条城も見たりしましたけど、二条城ね、社会もできましたね、二条城、はい、それで行ったりして、で、2日目に、うん、その節目なんで、やっぱり、うん、そういう、なかなかみんな伊勢神宮で行ったことないんですよね。ね、行けそうで、よく名前聞きますよね。そうです、なかなか行けないですよ、三重のね、うん、伊勢までだと、うん、意外と行けそうで行けないと、ですじゃないですか、うん、だからそれみんな連れて行こうと思って、うん、で、まあ10人ぐらいでみんなで行ってきたんですけど、伊勢神宮、はい、あ、そうですか。そうなんです、そうなんです、そうなんですよ。前あの同業の先輩方に連れていただいたりもしたんですけど、うん、まあ、今回それも乗れなかったんで、うん、まあ、じゃあ自分たちで社員連れて行こうと思って、うん、それで行ってきたんですけど、ね、あ、そうですか、ですか。やっぱり伊勢神宮ってね、やっぱり、うん、なんですか、まあ、本家本元なんて言ったら失礼ですけど、日本の神様のね、うん、そうですよね、中心でもあるんで、うんうんうん、改めてそこにね、あの今まで60周年の60年の感謝、うん、感謝と未来への決意っていうのをテーマに、うーん、伊勢神宮の内宮行くって行かせていただいて、あの、おかげ横丁でしたっけ、ね、そうそう、そうです ね、はい、そうなんですよ。もう、そこね、こう橋を渡っていくんですけど、うん、橋を渡ったらやっぱりもう、うん、別世界に入るっていうか、あの橋を渡って、はい、もう明らかに空気が違うんですよ。あ、そう、で空気が違って、うん、でも歩いててですね、うん、で、まあその木とあげるにもあの岡倉って、うん、あの巫女さんとか、うん、あのちょっと舞台みたいな、そう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 、それでこう神さんにね、うん、こう踊りを奉納して、ね、それからこうなんですか、本宮っていうか、うん、あの神様が祀ってある、うん、そこに行ってですね、そう、あ、誰でも行けるわけじゃないじゃん、そこは。まああのお賽銭あげる、うん、お賽銭箱があって、はい、そこの前に皆さんあげてるんですけど、うん、そこから柵がしてあって、うん、その先に、まね、神様が祀ってあるんですけど、うん、その柵の中に入ってやるのが特別参拝っていうのがあるんですよ。でそれを今回その内宮外宮でもやらせていただいて、うーん、やっぱりそこに張り、ね、緊張感っていうかね、張り詰めたもん、そうですね、そこに行ってみんなでちゃんと参拝して静粛な気持ちになるんですか、やっぱり。そうですね、厳粛な気持ちというか、そうですね、改めて、うん、こうそこに入っていくにあたってのこう砂利道をこう、うん、大きな茶まだりが玉砂利が効いてあるところこう、うんうん、歩いていくんですけど、うん、やっぱりなんかいう厳粛な気持ちっていうかね、わかりにくいです、はい、うん、みんな本当に行って貴重な経験させていただいてありがとうございます、みんな社員行ってくれましたけど、あー、そうです、ね、改めてね、そこに行く意味だったり、うんうん、でなぜ自分がそこに行くんだって意味だったり、うんうんうん、やっぱりそういった意味合いをよく考えてもらおうと思ったりですね、うんうん、まあみんなよく分かってくれたと思うんですけど、あ、まあそれで60周年っていうか、これからね、未来に向けて、うん、言ってみれば未来永劫で続く会社になるように、うんうん、まあそのためにはここに書いてあるんですけど、お客様にね、うん、感動を与えられるような会社になきゃいけないと思うんで、うん、そのお客様にどれだけ自分たちのベストをね、うん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 、尽くせるかっていうところですね、はいはい、あ、そういうことね。いやでも本当に、ね、行かれた方は本当に貴重な経験だったでしょう、きっとね、うん、そうですね、まあ、なかなかね、うん、京都までは修学旅行で行きますけど、うんうん、でもあの伊勢神宮ってなかなか行けないですからね。行けないですよ。あの、おかげ横丁って大体皆さん ね、 そうですね、飲んだり食べたりしながらね、そうですね、雰囲気を味わって帰ってくる感じですけど、うん、中に入るとやっぱりそうやってちょっと全然違う世界だと思うんだよ ね、 やっぱりね、そうですね、うん、でもあれですね、やっぱり改めて今回京都行って、うん、特に伏見稲荷とかってあの赤い鳥ブワーッと頼んで、あ、いわゆる映えポイントって言うんですか、インスタ映えじゃないですけど、あ、すごい外人の、もうほとんど外人じゃないかなぐらい、ほんと、もう今とは違ってるんですか、もう完全にすごかったですね、京都とかは、うん、本当にこう二条城もそうですけど、うん、ガイドもやっぱり、
俺外国の英語とかそう使いながら、そうそうそう、観光客向けの、うん、そのガイドが何か何個もいたりとか、日本人で、あの海外の方が、日本人のガイドがですね、日本人の方が海外でアテンドしてる、そうそう、アテンドしてるっていうのがものすごくいっぱいありましたし、うん、あ、そうですか、そうですか、やっぱり一番すごかったのは伏見なりに来てる外国人の数っていうのは、うん、例えばこれ記念写真撮ろうと思って、うん、ちょっと写真撮ってよって言おうと思ったら、うん、全員外人なんで、うん、Please take a picture になっちゃうじゃないですか、うん、写真撮ってよって言えない、いけますね、まあ、こう見えても、うん、Please take a picture、 ちょっと皆さん聞きました今の先生に、いや、プロの前で恥ずかしいですよ、いやいやいや、そうそう、はって気づいたらそこに、うん、ねえ、三角、うん、語喋れる先生がいらっしゃる、そうそうそう、イントネーションが違うんですよ、もうだって This is a pen ですよ、それやめて、先生の英語聞いたことあります？あります。いつも俺テレカンで会議やってるんで。ああ、違いますね、やっぱり。何言ってるか分かんないです。早くて。早くて。もう巻きに巻いてください。そうそうそう。で、外国人に対してさ、自分のやっぱり意に反すると、きちんと、ノー、これは違うだろうって。ああ、ちゃんと言うわけですよ、ね。それは何言ってるか分かんないけど、口調で分かるんですよ、うん、あ。トーンで、トーンで。ああ。全然違いますよ、やっぱり。そうでしょうね。この辺がすごいですよね。でもその英語とかも喋ってるってこと一切見せないじゃないですか、全然見せないですよね、もう普通だったら、うん、なんか喋りながら、うん、僕の周りに留学してたとか、うん、そういう仕事してた人って、うん、なんかこう喋りながら、うん、なんかこう言葉に、ね、僕のね、入るじゃないですか、うん、ちょっとあっちでディスカッションしてきてさ、うん、あれコミットメントもらったんだけどとか言ったりするじゃないですか、コミットでね、とかね、一切出さないですよ、ね、全然出さないですね、で僕の記憶、僕は出したかもしれない、私は今日とてもお腹空いてあるよとかね。それ何？今ね、あるよ入りました、ね。あ、入りました。全中国なってきました。中国でも何でもいいですよ、ミックスでも。あ、でも英語喋りゃこっちの方が勝ちだと思って。英語全然喋れないじゃん。待ってけ、今どこに英語があるんですか？とても英語ディフィカルトですよ。あ、ディフィカル。ディフィカル。あ、ディフィカルトね。はい、あいやでもね、これからでもやっぱり英語をね、いろんな世界に羽ばたくような日本人もね、いやでも必須ですよね、でしょうね、だからそういった意味ではね、うん、もう本当にもう先駆けてね、うん、海外のそういったとこね、そうです、第一線でね活躍されてた先生ですからね、それで日本舞踊ですよ、本当ですよね、やっぱり原点なんでしょう、日本舞踊とは、ね、最終的にいろんな見てると思うんですよ、踊りも、うん、フラメンコだとかいろんな向こうのね、でもやっぱり戻ってきて日本のその日本舞踊ってことに対しての、ね、意味、先生だからこそ意味があるんじゃないかなと思うんですよね、あ、日本舞踊っていう一つの、そうですよね、やっぱりね、うん、海外のグローバル展開で戦ってきたからこそ、うん、日本の、うん、例えば着物もそうですし、うん、舞踊とかそう、和のね、和の真髄ですよ、ね、そこに行ったんですか ね、 そ、 うちょっとね、それは今度やっぱ来てもらって喋ってもらったらいいですよ、そうしましょうか、ね、教えてえみ先生っていう番組にしましょうよ、また全部教えるな、車両との名前じゃないですか、はい、教えてえみ大輔の教えてえみ先生っつって、いいですねそれ、はい、1時間先生に質問しまくるんです、あ、ずっといろんなことをね、はい、で最後着替えの前着付けの前でしたっけ、着付けの前か、着替えの前って言ったら脱がないじゃないですかあのチームバカにしますよ、先生バカにしないです、自分が間違っただけじゃないですかそうそうそう、またしすぐすね、もうほら着付けの前ですか、そうだ、着付けの前ですね、着替えの前じゃないですか、いや、脱いじゃうことになっちゃう、脱いじゃうことになっちゃう、あ、そうそう、おかしな話じゃないですか、おかしな話じゃないですか、それ P ですからね、うん、またちょっと違う路線になっちゃったね、そう、違う路線ですね、そうですよ、それまずいですからね、そう、なんか怒ってますよ、いや、笑ってますよ、笑ってますか、全然笑ってことあります、笑ってます、まだ大人の感じの対応ですよ、うん、まだね、うん、これ、ま、一歩超えるとちょっと苦笑いで変わってきたらまずい、ちょっと引きずるような感じになってくるとね、ってこと、はい、見たことないですけど、いやいやいや見たくないですよね本当に、でもね、照明で失敗というところはそういうのっては結構ピシッときます、やっぱりそういうエンターテイナーの時に、まあそれはやっぱりね、お客さんもいるし、やっぱりそれはね、ちゃんとやりたいですよね、プロとしてやっぱりやってるんでね、あ、ちゃんとやるべきことはやる、そう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 、そういうとこはピシッとしてるわけですよね、一応僕も一応プロとしてね、照明やったりとか音響やるんだけど、うん、やっぱりちょっとね、あのまだまだね、修行足んないんで、うん、ちょっと曲を一番間違えちゃってってね、あ、やったりするんですけどね、タイミングとか難しいですよね、意外とあれね、難しいの、これかけてこの CD をやって、うん、でこっちで照明込んだよとかってなるとね、一人でね、何やるかって大変なことですよね、うん、そうそう、宇田川監督来ていただくとね、うん、今宇田川監督と鈴木くん、宇田川と鈴木くんね、見てると思うんですけどね、もう本当に助かってもありがとうございます、もう宇田川さんもマルチパ、ね、うん、プレイヤーですよね、本当ですよ、
あんなに人のために献身的に働かれる方っていうのを僕見たことないです。本当ですね。すごい宇田川監督はね。いや一番びっくりしたのは僕ね、去年一昨年か福井に行ったんですよ。うん、福井冬ね。はい、でその時に僕と宇田川さんとあと大木さんって人と3人で行って、うん、で宇田川さんに福井って6時間以上かかるじゃないですか。で運転でね。一番遠いところですもんね。そう、金沢からずっと回ってきてね、堀、ね、口回ってって。車で行ったんですね。車行ったの。で、僕の車行ったんですけど、うん、あのワンボックスでね、うん、で、宇田川さん、運転してくれたんですよ、うん、で、宇田川さん、2、3時間したら俺変わりますからねって言ったの、うん、で、ああすいませんって言いながら、後ろでこうやったら、寝ちゃったんですよ、うん、で、なんとなくね、こう目が覚めてみたらね、もう金沢入ってるのねそれ、3分の2過ぎてますね、それ3分の2過ぎて、お腹も空いてきちゃって、で、目が覚めて、あ、宇田川さん、ね、金沢入ったんですかって言ったら、いや、もうちょっと福井ですよって言うから、あ、うざって言ったら、運転借りますとしたら、うん、もういいって言われました今さらいいわってやつです。ここまで来て運転変わったって今ちょっとしょうがない、まあ言ったかどうかわかんないですけどいや、すいませんでしたって、ね、すごい献身的ですよ。そうですね。何にしても本当に嫌な顔一つもしないのね。そう、それがすごいですよ、うん、本当ですよね。本当すごいと思う。ありがたいなと思って、なんであそこまで献身的に。そうなんですよ、ね、で、レースの時だって、うん、前の日に全部積み込みしてくれて、車だってあんな細かくで、うん、車にびっちり荷物を、よくあの車にハイエースありますよ、あんな ねものすごい量ですよ、あれ。でそれもじね、うん、だって宇田川さんしか積めない積み方ですよね。そう、他の人はだって手伝えないですよね。これ撤収の時に入んないから、宇田川さん入んないとね、うん。僕見てましたけど。そう、あれ、え、大丈夫大丈夫って言いながら、細かくここがどこだとか入れていくんですよ ねジグソーパズルの上手いでしょ、きっとね。いやー、上手いじゃないですかね。すごいですね。すごいすごい。ああいう方とかね、松本さんの周りってすごい人いっぱいいるんですよ。いやー、ね、お前がダメだから俺らがやるんだっていう、そういうタイプだと思うんですよ。いや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 、本当に。やっぱね、それだけの求心力持ってるんですよ、松本さん。本当に一応もね、ありがとうございます。もう一応皆さんとね、うん、これも仲良くいろいろやっていきたいと思うんで。はい、もうあと何分ですか、5分、うん、あ、もう、あと5分だって。あ、思いましたね。思ってますね、うん、今日のメインは恵美先生ネタでした。恵美先生ネタで今日はね、恵美先生に次は今度、これみんな見てる人は、うん、どんな人なんだろう、どう思うでしょうね。みんな見てるじゃないですか、うん、だってね、芸名は勇敢大河だし、そう、恵美先生って何だと思ってますよ。そうですね、恵美先生と勇敢大河のその違いがね、何だね、本当ですよね、でも第4、うちらは第2週じゃないですか、うん、第2週オンエア8時からね、はいはい、勇敢と愛花は第4週の夜8時からなんですよ、オンエア第4週なんですね。第4週、はいはい、1週間だ、その、うんうんうん、その時にやってますんで、それで勇敢と愛花あなたに夢中っていうのやってるんですけどね。そこだって恵美先生じゃなくて、うん、勇敢と愛花の姿ですよ、うん、そうそう、勇敢と愛花ですよ。あれも一つの姿、一つの姿でしかないわけ。そう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 、いろんな顔があるわけですよ、ね。恵美先生だったり、ね、優香があったり、なんかね、着付けの先生だったり、着付けの先生だったり、早着替え、早着替え、あ、じゃあ着付け、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 いつか怒られます絶対。絶対怒られる。今ね、社長いるけど、社長いなくなったらね、でも怒られると思うんですよ。あ、何言ってるの。はい、確定申告やなさいって言われて、そうそうそう、それ寝ないでやれって言われて、うん、まだ終わってねえだろだから言ってたの、前からやれって言われてたんです、前から、前からやれ、前からやれ、だから大変だって言ったの、そうそう、もうそろそろやんないとあれやって、あー、わかりましたーって言うのが結局1週間前になっちゃう追い込み最後の日です、ね、いや、本当ですね、ね、本当ですよね、うん、だからいろいろそういったね、第4週で見れない、うん、本当の恵美先生その顔をね、そう、うん、そこを我々の教えて恵美先生やりましょう、高橋大輔の、はい、やりたいですね、はい、いや、ぜひ皆さん楽しみにしてくださいね、ぜひこの企画はね、絶対やりたい、また本人、スッ、スッといいとこでね、いいとこでこう消える魔球ですよね、こうね、消える魔球ですよ、よし来たなと思って、ふっとこう、カラビサチにして、でも来月の時にみんな楽しみにしてるわけじゃないですか、そうですよ、で、いよいよですよって言ったら、うん、スッと避けられて、うん、ですよね、結局でいつものこの番組です、ね、そしたらすいません、ね、そうなったらすいませんね、本当によろしくお願いします。いざ先生がどう展開されるか、本当ですね、はい、もしかしたら、着物でね、うん、あの感じで出てくるかもしれません。そうですよ、もしかしてその確率が高いと思うんでね、ぜひ楽しみください。次はこの番組が来月4月の10何日だっけ、10
4月11日ね、うん、その時またね、皆さん今度は、今度ライブで行きたいと思うんでね。そうですよね、僕も久しぶりなんで、そうですね、ぜひよろしくお願いしたいと思います。はい、今日社長なんかお疲れのところもお忙しいのありがとうございました、ね、元気出ました、本当に。本当ですか。はい、あ、よかったです。松尾さんと谷先生の方みたいなもんで、ね、ありがとうございます。僕らもね、ちょっとこれからまた確定申告を頑張ってこれが、あ、今日これから、うん、そうです、まだまだちょっと違う、あ、明日がちょっと使えないで、明後日茂木なんで、日中全く使えないですからね。全く使えないですよ、これ本当に冗談の時にね、あのやばいことになっちゃうんだよね。今日の夜、明日の夜しかない、明日の夜やって、しかないですよね。茂木から帰ってきたら、締めやってで、まあ、うとうとしちゃいますよ、だって茂木、まあ、行って帰ってきて、レースやってまた帰ってきたら、本当ですよね、厳しいですよ。でもね、ケツカッチンなんでね、やるしかない。これに懲りて、今年はもう事前にガッチリやっていきたいと思いますんで、ぜひまたね、よろしくお願いしてます。エビ先生が優しい顔してる。社長、あのご視聴の皆さんにご挨拶して締めたいと分かりました。ぜひよろしくお願いします。また今月もありがとうございました。また来月よろしくお願いします。ありがとうございました。高柳大輔のジョイトークね、ありがとうございました。お疲れ様でした。